本日はお忙しい中、ルネサスエレクトロニクスプレグレスアップデートに参加いただき、感謝申し上げます。本日の説明会には、代表取締役社長兼 CEO 柴田秀俊、執行役員兼 CFO 新海周平、執行役員常務兼生産本部長野崎正彦、執行役員 創務兼 IoT インフラ事業本部長、サイレッシュ・チッチペ h p 執行役員兼 IoT インフラ事業本部ユニット長、クリス・アレクサンドル同、ロジャー・ウェンデル e 兼執行役員兼オートモーティブソリューション事業本部長、片岡剛他スタッフが出席しております。 本日のアジェンダはここにお示しした通りであり、説明会全体の時間は3時間20分程度を予定しております。なお、本日使用する資料は当社 IR サイトに既に掲載しております。また後ほど説明会の動画の掲載を予定しております。それでは柴田さん、マイクをオンにしてお願いします。他のスピーカーはビデオをオフにしてください。 ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ムトさんありがとうございます、えー。皆さんおはようございます。柴田です。えー、今回はですね、ム、ま、藤、あ、からも今少し話がありましたが、えー、事前に資料をあの皆さんと共有をさせていただきました。えー、こういったあのフォ,フォーマットというんですかね、あのテクニカルなことについてもあのずっと改善を続けていきたいと思いますので、何かお気づきの点があれば。 ふさわしいルートで、えー、ぜひフィードバックをいただけますと幸いです。でそれから、えー、前回に引き続いて、えー、産業インフラ IoT についての理解をより深めていただこうという意図のもとにですね、今回、再利取に加えて、えー、クリスとロジャーと、そのセールスのヘッドとマイコンのヘッドを登壇させることにしまして、えー、ぜひあの皆さんに、 えー、IIBU に対する、サンリオインフラ IoT に対する、えー、理解を深めていただくための、まあ、材料と機会を提供したいと思って、時間も厚めに配分することにしました。でそれから、えーまあ、昨今の,あの半導体の製造に対するもろもろの関心、それから私たちの場合は今年まあ不幸にして、年、え、初、ー、に火災を起こしてしまったこともありますので、えー、私たちの生産、それからレジリエンスについての 取り組み状況、考えについて、生産部門のヘッドの野崎から、それなりに手厚く時間を取ってお話をさせていただきます。ということで、私のパートはなるべくコンサイスに収めようと思って頑張っていきますので、よろしくお願いします。はい。えー、とでは、資料を共有します。 資料はご覧になりますすすでででししょょううかかねね大丈夫は、ね、はい、OK ですはいじゃあ行きます、えー、まずはあの、の今年主に上半期、それからこれまでのお振り返りですが、えー、繰り返しになりますが、あの火事が 3, 3月にありましたが、実はその前、2月に、えー、地震がありました、えー。そして同じく2月には、ダイアログのアクジションをアナウンスして、えー、めでたく8月にクロージングをしています。 そして引き続き需要については、まあ、あのセクターによって多少まだら模様のところもないことはないですが、まあ、全般的に非常に強い需要が継続していて、それだけでも大変なんですが、今度はのコロナの影響とか、ですね、中国の CO2 の問題とかあって、ですね、サプライサイドが非常に不安定な状況が続いて、毎日、えーえー まあ、あの袖まくりをしながら、サプライの安定性に向けた取り組みについて、えー、日夜努力を続けています。まあ、そして、えー、つい3か月前ですかね、えー、エクイティファイナンスを無事に、えー、成功率に終了しまして、えーまあ、バランスシートについても、おまあ、それなりに安定した状況を作ることができたかなというふうに考えています。 えー、火事の振り返り、これもあの何度もしてますので、クイックにしますが、まああの、大変皆さんにご迷惑とご心配をおかけしてしまって、本当にあの申し訳ない限りではありますが、まあ、本当に不幸中の幸いとして、えー、犠牲者、火災そのものによる犠牲者は出なかったということと、あとはまああの本当に不幸中の幸いを繰り返しですが、あの1ヶ月、火災から1か月での操業再開を実現できたということ、そして、 えーま、何人かの皆様には、えー、今回の火災の対応、その後の進捗についての情報共有について、えー、透明性があ高かったよというような、ま、ポジティブな言葉もあも頂戴しました。えー、そして、えーま、本当にあの多くの皆様のお手助けと、あのー、サポートのもとに、えー、ここまでやってきたわけなんですが、そういった外部の皆様、それから社内のおいろんな部門の垣根を越えたですね、 社員同士のチームワークが不幸中の幸いとして高まったんじゃないかなというふうに、私自身は考えていますそして、この火災の教訓を重く踏まえて、ですね製造部門におけるいわゆるリジリエンスを強化する取り組みというものを恥ずかしながら、かつ遅ればせながら、もう一段高めようという取り組みを開始しています。 左側にご覧にいただけるのが、えー、一番左の写真はあのもうだいぶ前にもお見せしてますけど、えー、CO2 を用いた自動の消火装置、えー、これをあの、まあ、徐々にこうあの展開していくということをやってますし、それから真ん中は、えー、より高感度の煙検知器のインストレーションもあの徐々に展開してると。それから、えー、一番右の写真は、スプリンクラーについても。 展開をしていいますとうこういったあの火災のようなものを、えー、できるだけ早期に検知して、えー、もし万が一の場合でもこう小さく影響を抑えていくというような、えーまあ、ハードウェア設備的なあの取り組みを始めています、えー、ただそれだけでは当然十分ではないと私は考えてまして えー、むしろより大切なのが、この右側にお示しをした、えー、人間、えー、組織の動き方であろうというふうに考えています。えー、ここではあの左上から、あのーまあ、言ってみればあのいいこと悪いことの横展開をしっかりやっていきますよという話をしていて、えー、それに基づいて、えー、改善のターゲットを定めて、えー、各個人の理解度まで、えー、トレーニング、研修を通じて、 えー、しっかり高めていくというのが右に書いてある内容、そして、えー、左下に書いてあるものが、各製造拠点での、まあ、これ、変な方向に行かないように注意しなければいけないんですけど、ある種のこう健全な競争意識みたいなものをもう少し、えー、誘発して、えー、よりうちの工場はもっと上に行くんだというようなう取り組みをですね、継、え、続、ー、にしていきたいというふうに考えて、えー、この真ん中に書いてあるその専任の舞台を立ち上げました。 まあここに掲げている内容は、実は何も新しくはないとあの私自身も考えているんですけど、かつあの当社においても、当然においてあのやっていたことではあるんですけれども、まあ、やっぱり私自身の考えとしては、ちょっとこう、なんていうんでしょうね、徹底があの十分ではなかったのかなというふうに考えてまして、まあ、こういったものをもう,もうちょっとこう、仕組み化して、あの私自身もここに参加してですね、えー、徹底して行えるようにすると。 したがって、えーまあ、例えば同じミスを2度,2度繰り返さないとか、えー、あるいはあのこの競争意識を持って、えー、現場がもっとこう自発的にですね、どん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 改善をしていくようなあの仕組み、仕掛けといったものをあの、これからしっかり運用していきたいというふうに考えて、あの今準備あの、準備というかあの、もう始まってますので、これをあのよど,んど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 ん展開していこうというふうに考えています。はい えー、もう少しあのレジリエンスの詳細については、後ほど野崎のパートからお話をしますね。はい、そしてちょっと話題は変わりまして、えー、前回の決算でもお話をした、このサプライのスタビリティのお向上についてのお話です、えー。この左のバックログのチャートは、えー、決算であお示ししたものの再建です。新しいものではないです。で、その時にお話ししたと記憶してるんですけど、 えー、9月の中旬終わりくらいまでに、えー、来年度に向けた、えー、このアドバンスト PO とここに書いてますけど、あのー、まあ言ってみれば受注のお話をしますと。で、おそらくはあのプログレスアップデートであの少しアップデートができるんじゃないかなというふうにその時にお話をした記憶があります。で、 えっと、この産業インフラ IoT とオートモーティブではあの当然顧客の状況ビジネスの状況も違っていて、えー、技術的なやり方はあのちょっと異なっています、えー、産業インフラ IoT の方はより素直に、えー、この PO パーチェスオーダーが入る形の取り組みになっていまして えーまあ、足元で言うと、皆さんご覧になっているこの2級エンドの棒の高さが、今足元で言うとちょうど1.5倍ぐらいまで上がってきているようなイメージをお持ちいただければいいかなと。あの詳細はまた次の決算の時にお話をします。それに対して、オートモーティブの方はだいたい1.3倍くらいの高さまで棒の高さが来ていまして、ただ実はそこに入っていないですね、あのノーキャンセル、ノーリターンの おおおまあ、事実上のオーダーなんですけど、あのシステム自体はあのー、既存の EDI を使ったあの受発注にしたいので、その外でやりたいというあの顧客があの比較的多くてですね、オートモーティブの方は、えー。来年の1年間のお、まあ、確定受注についても、あの実はかなり大きな数字がもう固まっていまして。えーまああのー 全部に応えることとはできないという状況になっていますしたがって、来年1年間については、えー、まあもう少しこうサプライも改善していくんですけど、あのアロケーションが続いていく見通しでして、えー、まあちょっとこのバックログもあの数字が多いなというのが気にはなってるんですけど、これまでも繰り返しお話をしていますように、かなりあのビジビリティが先にわたって得られるように共有できるようになりましたので、 万が一あの、ここからソフトにこう転換していくときでもあの、ものすごく急なアクセルブレーキを踏むというよりはですね、もう少しこう予見可能性を持って、事前にいろんな準備をしながらあの進めることができると思いますので、うんえー、そういう意味では、このアドバンスト PO は非常にいい取り組みになっているんじゃないかなというふうに考えています。まあ、現時点であの、おそらく多くの皆さんが関心を持っていらっしゃるう終わりの始まりみたいなものは、あまり強く私たちは感じていませんので、 まあ、あのこれまで通り、少なくとも来年の上半期いっぱいは、えー、このような受,受注、供給の状況が続くのではないかなというふうに私は考えています。ビューは変わってないです。で、これに対して、えー、決算からの追加点としては、一番下にアザーというふうに書いたんですけど、えー、ようやくですね、ようやく、まあ、OEM というあのセットメーカーと、 私たち大あの、特にオートモーティブの場合は、その間に T1 のサプライヤー、お客様が入るんですけど、えー、もう少しあの協業のあり方そのものを変えようじゃないかというようなあの問いかけ、えー、検討も少しずつ始まっている。これはあの少し時間かかると思いますけど、少しずつ始まっているという意味で、アザーという文言をここに追加をしました。 私たちそのものの調達をしっかり確保するということについては、前回とあのお話は変わってません。あのどの項目もえまあ少しずつ進めています。あの戦略的な在庫管理というのは、残念ながら今は本当にあの難しいんですけど、えー、マルチ送信、アドバンス PO については、少しずつあの展開幅を広げて進めているところであります。 はい、そしてちょっとソフトな話をここから少しだけ続けます。<laughs> えっと前回もあのやっぱりカルチャーなんですよねというお話を差し上げたと思うんですが、あの日増しにその思いは私自身は強くなっていまして、えー、このカルチャーあのをどうやって、えー、社内で共有をして、血、えー、肉にして、えー、当たり前のこととして思うようになれるかなということをあの日々考えながら、 えー、社内にどうやって展開するかということについて、まあ、試行錯誤しながらいろんなことをやっていますということのご紹介です。で、えーまあ、一番上のサーベイはあの前回の,あのアナリストでの時にもお話をしたんですけど、まあ、それに加えて、この右下に書いてあるような、あの書かれたような、あのそれ用のイントラネットのサイトを設けまして、各拠点での自発的な取り組みをビデオにして、えー、みんなで共有して、 あの少し盛り上がったりとかですね、あるいは、えー、私自身が、えー、今、ラウンドテーブルを開催して、えー、どんなところにギャップがあるのか、えー、どんなところに錯誤があるのかというようなことについて、えーまあ、本当に草の根の活動ですので、ものすごい長い時間かかると思いますが、えー、展開を進めています。それから、あのー、少しパッケージにしたビデオなんかも作ったりですね、えー、して、 えー、例えばあの、新しいリクルーティング活動とか、新入社員の皆さんにも、おあのすぐにねあの、ルネサスのカルチャーについてこう、ファミリアになっていただくような取り組みをしたりとか、まあ、いろいろやってます。でこれまだこれからもどん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 いろいろ続けていこうと思ってまして、一、まあ、声10年ぐらいの経緯であの、丁寧にかつう、しっかりとこれが根付くように、えー、取り組みを 進めていきたいなということの、まあ、あの本当にアップデート、ご報告ですね。はい、そしてここから2枚、ESG についてのアップデートをさせていただきます。えっと、この左側の上にあるスライドは、前回のアナリストデーで皆さんに共有をしたスライドそのものです。で、ここからの進捗として、一、えー、つはまあソーシャルの分野で、えー、主にあの社内の人材向けの 取り組みについてのディスクロージャーを充実させたりとか、えー、あるいはあの、まあ、ダイバーシティインクルージョンみたいな取り組みもあの本格的に進めたりとかってことをしています。そして、えー、どうしてもこうテクニカルに時間がかかってしまいますけれども、も私たち自身だけではなくて、サプライチェーンを構成するサプライヤーの皆様にも、えーまあ、あの同じようなコード・オブ・コンタクトをあの共有したりとか、あのいろんなあの私たち自身が 考えている ESG 上の取り組みについてもしっかり共有していただくようなリクエストをしたりとか場合によってはそれを契約に盛り込むというようなことも進めてきています。そしてガバナンスの点でもあのいくつか新しい取り組みをしていまして例えばこの上から2番目でボードのダイバーシティとかあの兼任できるポジションについての ポリシーをしっかり定めて、これはの私たちのウェブサイトであの公表してますけど、したりとか、あるいはあのリードインディペンデントディレクターというものをアポイントしたりとか、さまざまな取り組みをしています。あとは最後に書いたあのタックスポリシーについて、えー、まあ日本企業の中ではあの比較的あの早い方じゃないかなというふうにあの手前味噌ながらあの考えてまして、まあ、こういったものもすべて私たちの,あのウェブサイトで えー、ルネサスカルチャーの一番最初に掲げてある、えー、トランスペアレンシーをモットーとして、えー、透明性高く皆さんにお伝えをして、えー、それに基づいた経営をしていこうというふうに考えて取り組みを進めています。で、前回はですね、えー、とここの,あの上に書いてある右下の MSCI の Japan Empowering Women Index というものと、その下に書いてある FTC の インデックス、それから右下の MSCI のインデックス、この3つに入れていただくことを目指しますということをお話をしていました。で右下の MSCI はですね、ちょっとタイミング的にあのまだの話なので、来年にならないとあの何,何分にも結果がわからないんですけど、あの上のこの MSCI のインデックスにはめでたく入れていただくことができました。でただですね、残念ながらこの FT3 のブラストジャパンには、 あの線に漏れてしまいましたので、え来年に向けてあの限度将来を期していきたいと考えています。で、私たちは考えるまあ主に何で漏れたのということについてはあの次にお話をします。えっと今度は ESG の中でも、えー、この環境に向けたあの取り組みなんですけれども、えー、グリーンハウスガスの排出について、えー、前回はあのスコープ2まで。 私たちのコントロールの範囲内にあるものについてだけのお話をさせていただいたんですが、今回からまずはサプライチェーン全体にわたっての現状のディスクロージャーを進めました。でそれからこの SPT についてもしっかり取り組みをしますよというコミットメントのもとに開始をしています。で、えっと、ここで一つ重要になってくることと、それから先ほどの,あのインデックスの 点で重要になってくるものが、えー、実はこの水だということがあの遅ればせながらよく分かりまして、えー、このサードクォーターまでで、えー、右の上に書かれているように、えー、今すぐできること、ディスクロージャーの充実とか、ポリシーセッティングについては、えー、速やかに行いました。で、えー、ここから今年に下に移りまして、 ターゲットとかあのプランあの、水の使用についてのを設定して、えー、来年には、えー、第三者機関による、あのーまあ、認証を受けて、えー、来年の後半になってしまうと思いますが、えー、この水のマネジメントについてのグローバルなイニシアチブに参画をすること、まあ、このあたりと表則を合わせて、えー、しっかりした SBT に基づくターゲットを設定して、えー、それから、あのー、前ページでお話をした インデックスにににもししっかり投与されるよううてていいいいきたいというふうに考えています。まあ、正直やってるものとしてはこの辺まだあのあの若干ですね、何、えー、て言うんでしょうね、若干うーんと思いながらやってるところもあるのは事実でして、まあ、例えば半導体業界でいうと、あの私たちのように工場を持ってどうしても水を使わざるを得ない携帯の企業とファブレスの会社が、 同列に扱われたりして,てですね、えー、どうしてもこれはあのイコールフッティングになってないなと考えるようなところもあ,のあるんですけど、まあ、あのそんなことを言い訳にしている場合でもないので、私たちとしてできることをやらなければいけないことについて、しっかり一つ一つ前に進めていきたいと。で、それによっておのずとえ外部から見た私たちの ESG 上の取り組みについての評価も変わってくるだろうというふうに考えています。はい。 えっと、じゃあ、ここからあの少しく数字のアップデートをしますね。まずはあのデザインのプログレスです。ご記憶にあるかと思いますが、えっと、今年の年初にターゲットを設定したときに、この真ん中の,あの青いバーですけど、サンドインフラ IoT については、去年から新成長するような絵を描いていて、オートモーティブについては、去年ちょっとあの 1件でものすごい巨大なあのハイコンピュートのデザインが入ったりもしているので、えー、あまりここは右肩上がりというのは想定しないでくださいと、あのオペレーション上も良くないんですというお話をしました。で、今年の上半期どうだったのかということをお伝えすると、30、えー、インフラ IoT の方はターゲット対比で、えーまあ、ちょうど半分を少し超えるくらい、まあ、非常に順調、オートモーティブの方も54%ターゲット対比で、えー、進捗していますので、 そうはソーグッドと言っていいんじゃないかなというふうに考えています。あとはあのこのデザインの質というんですかね、中身について、えー、少しこうハイライトしたものをそれぞれ、えー、オートモーティブは片岡だったりとか、30、えー、インフラ IoT の方はサイレッジロジャー,あークリスからお話をさせていただきますが、30、えー、インフラ IoT の方については、えー 今年の非常に大きなハイライトは、マイコンのデザインがすごく大きく伸びているということかなと私自身は考えています。ま,あ、まだあの今年といっても3か月残ってますんでね、あんまりあの顔残業してもしょうがないんですけど、昨年対比で3割近い大きな伸びを実現できるんじゃないかなというふうに考えています。それからオートモティブの方のハイライトは、えー、ま、あのー、 非常にこうなんていうんでしょうね、規模は大きくないかもしれないけれども、非常に大きく伸びていて、非常に大きな成長がこれからも見込めるという顧客からのデザインがどんどん今、積み上がってきているということ、それからあの規模は小さいんですけどあの、確実にアナログのプロダクトのデザインが進んでいるということ、まあ、このあたりがあの今年のハイライトかなというふうに考えています。はい、そして IDT とのシナジーについてです。 えとこれはですね、もうそろそろあと、皆さんご関心じゃないかなと思ってまして、えー、次回以降は、ここにどうやったダイアログを盛り込んでいこうかということについて、えー、しっかり考えてあの、アップデートを継続していきたいというふうに考えています。ちょっとあのここあの、決してズルするつもりはないんですけどあの、数字のトラックの仕方を少し変えましてね、あのオートモーティブは以前はあの、このウィニングコンボのソリューションという取り組みが かなりちょっとあの時間がかかっていたので、えー、アナログだけを見ようねっていう取り組みにしてたんですけど、まあ、実態としてはやっぱりデジタルも両方見ないとおかしいなということで、えー、内部的にもあのデジタルをここにカウントするように変えてますので、あのちょっとそこだけね、数字があの変わってますと。前回はこの左上の2020のアクチュアルのところが多分1070とかあの1000少しの数字をお見せしてたと思うんですけど、 あのトラックの仕方を変えて、えー、今1208というふうに、えー、社内では認識をするようにしています。ただその2020通年の結果に対しても、えー、今年の上半期で、えー、それを上回るあのデザインのライフタイムバリューを実現できているということはあの、順調に進捗していると考えていいんじゃないかなというふうに私自身は、えー、思っています、はいえーと。これを踏まえて、えー、なんですが、 今、皆さんのご覧に入れているのが、2020年年初に掲げたターゲットモデルでして、前者では右側に書いてあるような、サムプラスで成長して、50%のアラリー、20%強のオペレーティングマージンというものを掲げていました。で、えー、セカンドクォーターの決算の時にも、あのー、お見せした数字、まあ、だいぶこれ、えー、ターゲットとしてどうなのと。 あのいうようなあの疑問を持った方もいらっしゃるかなと思っていまして、ああ今、足元でいうと、これ全部達成してますということなんですよね。なので、今回、ターゲットをアップデートすることにしまして、これはのダイアログ込みでえアップデートすることにしまして、産業インフラ IoT のほまは、ダイアログ加わったこともあって、これまでのプランよりももう一段えアグレッシブに成長しますと。 いうことをここはのプラスプラスという文字で表しています。それからグロスマージンについても、サンドリー・インフラー I o T ・ IOT、まあ、大体60%という表現を使ってますけれども、あのまあ、実際中身としては60%プラスというターゲットで進めていきます。そしてオペレーティングマージンについては、えーまあ、これまで RD かなりあの重視してやってきたんですけど、 あのこれからもその姿勢自体は変わってませんけどね、あの規模全体が大きくなること、それからまあそれなりにこれまであのやってきたこともあるので、少しあのオペレーティングマージンの目線を引き上げて、まあ、30、35%というターゲット設定にしています。そして、えーまあ、オートモーティブもそれなりのターゲットにして、全社では、えーまあ、あらりのところはあのぼちぼち、今よりも少し上の目線、50 55、5 それからオペレーティングマージのところは30という数字をここに入れたというのは非常にこう私たちとしてはあの一歩踏み込んだターゲット設定になっているんじゃないかなというふうに考える次第であります。特にあのレベニューグロースについてはあのそれぞれの BU のパートからあのもっと肌感覚でのお話をさせていただこうと考えています。はい。えー、じゃあここからちょっと時間もあのだいぶ押してきてしまいましたので。 えー、それぞれの BU の,あの成長のストーリーについて、あの詳しくは、ね、それぞれの BU からあのお話をするのであの、本当に触りだけお話を私からさせていただきます。ま,あ、まずあの、産業インフラ IoT ですが、これまでデータセンター 5G、IoT をテーマに語ってきました。でえー、今回あの、ダイアログが加わったことによって、この IoT の部分があの非常にこう、 製品群が充実してきたということは、あのご理解いただけているかなと思っています。で、それに加えて、えー、あの昨今の,、まあ、あの例えばあのエレクトリックへのシフトなんかにも出ているように、かなりやっぱりこのサステナビリティというものが、あの本当のビジネスになってきているというふうに肌感覚で私たちも感じていまして、したがって私たちがもともと非常に強みを持っていた、 このローパワーとかウルトラローパワーとか、そこにダイアログの,あのテクノロジーも加わってきて、こういったものをフルに活用して、えー、データセンター 5G、IoT 自体は変わりませんが、この横串としてサステナビリティというものを軸にした成長戦略を展開していきたいというふうに考えています。そんな中、えー、コンピュートについては、えー、左側にご覧に入れているものは前回と同じものです。でこの中で、えー、前回のストーリーに沿って、 えー、この今年の上半期でも新しいプロダクトをローンチしてますよということを右にお話をしています。まあ、上2つは、エントリーレベルの,の MPU で AI のソリューションを充実させていますという話でして、えー、右の下に書いたのは、まあ、あのクラシックなルンサスのハードコアである、えー、モーター制御とかですね、えー、TSN とかいったものについても新製品、これまだあのあのアナウンスしてないんですけど。 あのもうまもなくアナウンスをしますという、こうちょっとスニークプレビューみたいなお話をしています。で、えっと、再利子からも後ほどお話をしますが、まあ、やっぱり非常に大きなメガトレンドとして、えー、データとそれからアナリシス、インテリジェンスというものが、えー、当然、クラウドの向こう側で増えるに従って、こうしてこのエッジエンドポイントの方にも増えてきてますので、私たちはこのエッジエンドポイントでの AI の実装というものを一つの大きな戦略の柱として、そこに向けたデバイス、ソリューション、ツールの拡充を図っていますということをここで改めてお伝えをしておきます。はい、そして、インフラ、IoT については、左側大きく変わってません、産業用のパワー、データセンター、非常にいい将来が待ってるんじゃないかなというふうに楽観しています。 そして IoT は、ここではダイアログの話は全然していませんけれども、私たちダイアログアクティション前の状態で、先ほどちょっとお話をしましたように、一番上に書いてあるマイコンのデザインが非常に今、堅調に進んでいるということをお伝えしておきます。そしてリスク5についても、順調に今年のフォースクォーターには、最初のサンプル、業界での最初の本当のプロダクトうのサンプルが出荷できるであろうというふうに見込んでいます。 そして最後のこのコネクティビティについては、えー、まあこれまではこういった形でパートナーとの協業を軸にして展開してきましたが、えー、まあ今般、ダイアログがあったことによって、えー、特にローパワーの Bluetooth とか Wi-Fi については、えー、道具立てが充実してきますのでね、えー、もっともっと内製の技術を増やした取り組みを拡充していこうというふうに考えています。はい、そして車です。 これはあの前回と全く同じスライドですので、えー、スキップしていきますね。えー、そしてこの線に沿って、えー、このファーストハーフでは、えー、XEB 向けで、左側にご覧になっている、えー、中国のこれ、Tier 1のお客様ですが、えー、BMIC、バッテリーマネジメント IC のを用いたソリューションをおデザインすることができたというのは非常に大きな、あのー、ステップだったなと考えています。 まあ右側はあのどちらかというと、あのこれまで同様の PMIC と私たちのコンピューーのデバイスで、えー、この場合は韓国のケアワン、ドイツの OEM 向けにデザインができましたというご報告です。そして、先ほどあの伸びの大きいお客さん、顧客との取り組みがあの、まあ、実は今年になってから本格化したんですけど、恥ずかしながら、えー、かなり短期的に立ち上がっていますという一つの事例として、ここにご紹介をしています。 えもう BYD 向けには、ですねここに書いてあるような、えー、まあテレマティクス、コックピット、それからアドバンストパーキングアシストをはじめ、かなり後半にわたってさまざまなアプリケーション向けに私たちの製品、ソリューションをえ選択していただいています。えー、まだあの残念ながら、ですねというか実はあのマイコン中心のデザインにはなっているんですけど、さ、まあ、はさりながらあのアナログについてもあの採用するんでね。 えー、この勢いをどんどん伸ばして、えー、ビジネスを拡充すること、それから、えー、従来のマイコン、SOC 以外の、えー、アナログのデバイスなんかも、えー、より、えー、使っていただけるようなあ拡販努力をおど,んど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 んですね、えー、アクセルを踏んでいきたいなというふうに考えているところであります。そして、えー、ダイアログとのインテグレーションについて、えー、ちょっとクイックなあのアップデートです。 えっと、これまでのアクエディション同様に、ワ、え、ン、ーま、ルネサスというか、エンティティレベルでの統合の体操が出来上がるのが来年の年末というスケジュール感を持って進めていました、これ、上に書いてあることですね。ただ、えっと、その中でも、もともとはあの来年の1日に組織をガチャンと一本化しようかなと思ってたんですが、えー、今回、非常にあの統合作業も順調に進んでまして、 もうあさって10月1日でその大半をやってしまおうというふうに考えています。まあこれがあのクロージングのアナウンスメントの時に特に ABU サイドオートモティブサイドでビベックバーンがあのアナログのパワーを率いることになりますよというアナウンスにもつながっているわけなんですがまあ,あの早くから組織をこう本当に一体化してシナジーを創出することを お少しでも前倒ししていこうというふうに考えていることの表れであります。それからもう一つ大きいのはですね、えー、これまであの統合統合といっても、実はあのおー IT のところは、まあ、残念ながら現実的なあのチャレンジがいくつもあって、えー、まだまだあのバラバラさんが残っていたんですよね。で、今回はあの非常にいいきっかけになるので、 もう完全にここで統合していこうというふうにプランを描いていまして、えーまあ、どうしてもテクニカルに時間かかるんですけど、えー、再来年の上半期には、えー、一旦あのこのアクアイアした会社群での統合をファーストステップとして実現して、そして、えーまあ、ここでは2024年のファーストクォーターと書いてありますけど、えーまあ、可能な限り、 2023年に近いタイミングで、えー、本当に完全なインテグレーションをようやく実現したいなと思ってます。で、ここまでいくと、その後に本当にあのどんなことをやっても、全部あのプラグアンドプレイで差し込むだけで済みますので、もうあのインテグレーションの作業そのものは多分なくなると思うんですけど、ただ今、ファウンデーションを準備するにあたっては、まあ、私たちルネサスがずっと昔から引きずってきたレガシーも含めて、ここで全部刷新をしていくということを考えています。 えっとそれからですね今回、皆さんにちょっとお伝えしたいなと思っていたのは、えーまあ、あのお金の使い道なんですが、えー、これまでも折に触れてお話をしたように、えー、成長に向けて、まあ、あの非常に大きな M&A を行うというのは、あのまずはあのダイアログの統合を優先しますと。でただ、タックインについてはやるかもしれませんと。 いう話をしてきたあの、それを繰り返しているのが一番上の話です。で、2番目の D レバレッジについては、えーまあ、今あの、幸いにして、あの業界の環境が好調ですので、えーまあ、それなりに早いタイミングでもともと起動していたネットレバレッジ1倍というところには届くんじゃないかなという見通しを持っています。で、えー、それとこう,こうする形で、 この3番目に書かれましたあのシェアホンダーリターンについても、えー、そんなにあの何年も先ということではなくてですね、えー、1年、2年、そのぐらいのタイムフレーム、まあ、できれば来,来年に開始したいなと私は考えていますけど、えーまああの、比較的短期のうちに、えー、しっかりしたシェアホンダーリターンのプログラムを、えー、稼働させていきたいというふうに考えています。ここがちょっと、あの、 従来よりは踏み込んだ気持ちでお話をしています。言葉がどこまで強いか分かりませんけどね。気持ちは従来よりは踏み込んでいるつもりです。まあ、最後のオペックスのところはこれまで通りということであります。はい。そして、えー、とサマリーは、えー、この左に掲げて、えー、ある3つの、おなんて言うんでしょうね、えー、アングルう、まあ、ポートフォリオ、あのー、比較的いいんじゃないですかということと、えー、そして、えー、ハイアグロースのマーケットをしっかりアドレスしていきますということ、えー、そして、 1>, 1にも2にも、まあ、やっぱり結果を出してなんぼかなと思ってますので、ここには引き続き執着をしていきたいという話を繰り返しています。そして今回のアップデートとしては、ポートフォリオについては、ダイアログの加入によってより充実させることができましたということと、えっとまあ、特に IIBU の方が顕著だと思いますけど、より伸びるマーケット、それからオートモーティブでもより伸びる顧客群に向けた 取り組みを充実させてきているし、もっともっとやっていきますという話。そして、これまでのところは、あのなんて言うんでしょうね、あの中は実はあのそんな綺麗じゃないですけど、なかかんとか関東が頑張ってあの、しっかりした進捗をお示しできてるんじゃないかなというふうに考えている次第であります。でまあ、全てはあの私たちを含む顧客、それから広く一般のユーザー、 皆さんの毎日を少しでも楽にするための取り組みとして、さまざまな取り組みをこうその軸のもとに、えー、結集して進めているつもりでありますということで、えー、すみません、少し長くなりましたが、一旦私からのお話をここで終えます。ありがとうございます。これから CEO パートの質疑応答に入ります。その前に質問の方法について少し説明します。 ご質問のある方は画面の手を上げるのボタンを押してください。順番に会社名とお名前を司会がお呼びしますので、その後音声発言が可能になります。ご自身でマイクのミュートを解除の上、ご質問をお願いしたいと思います。なお、時間の関係上、今日はご質問はお一人2問まででお願いします。それでは、 質疑応答に入ります。質問のある方は手を挙げるボタンを押してください。はじめに、大和証券の杉浦様、えマイクミュートを解除してご質問をどうぞあ。大和証券杉浦と申します。ご説明ありがとうございました。えっと、2点お伺いしたいと思います。1点目が IIBU で、えっと、マイコンの DIN が増えてるっていうようなお話をされてたと思うんですけども、それが意味していることっていうのは、ちょっともう少し噛み砕いて教えていただけますでしょうか。先ほどのエッジ AI みたいなところに紐づくのか、ないしはリスク5含めたアーキテクチャの広がりが寄与しているのかとか、ちょっとこう MCU が増えているっていうことの意味合いをもう少し詳しく教えてください。 ちょっと私の答えがあの的外れだったら、ぜひご指摘いただきたいんですけど、なぜ増やしていけているのかというと、えーまあ、後ほどロジャーから少し詳しくお話をさせていただきますが、まあ、3つか4つぐらい要因があるかなと私自身は考えています。まず1つはあのー、マーケットのニーズにしっかり合ったプロダクトを投入できるようになったということかなと思っています。 あのどうしてもね、あの昔の私たちは、どちらかというと、自分たちがこ,これがいいんだっていう思いの方がちょ,ちょっと強かったかなというふうに感じてるんですけど、もうちょっと今は、あのマーケットは何を求めてるんだっていう発想で、えー、製品のデフィニションができるようになってきてるようなあの気がしています。これ1点目、それはあの機能とコストのバランスとかね、このフォームファクターの,あの大きさとか、そういったもの全部含めてのお話をしています。 でそれから2点目は、えーまあ、ずいぶん昔から指摘を受けていたんですけど、ルネサスのものって、物はいいかもしれないけど、使いにくいよねというようなことをしっかりあの課題として受け止めて、えー、例えばその、まあ、ぜもう以前にもお話をしたんですけどあの、スマホで使えるようなアプリを導入したりして、 私たちのマイコンを選びやすくするとかですね、アプリケーションノートのようなものもあのより充実させるとか、まあ、こういったユ,ユーザーエクスペリエンスの充実について、まあ、遅ればせながらようやく真剣に取り組み始めたと。で、それがあの評価を受けて、あのまあ、せっかくものが良かったルネサスの,あのマイコンも使いやすくなったんで、じゃあちょっと使ってみようかなというような顧客も増えてきているんじゃないかなというふうに考えています。まあ、それから、 あのまあ、私たちの,その、なんて言うんでしょうね、あの組織の力といっては言い過ぎかもしれませんけど、まあ、非常に顧客とこうタイトにエンゲージをして、あの非常によく会話をしながらあの仕事ができてるんじゃないかなと考えてまして、まあ、その結果として、えっと、サプライにおいても、まあ、一定のこう予見可能性をしっかり提唱しながら顧客、 に向きき合うこととががででてていいるのではななかと手前見せながら考えています、まあ、あの私たちのサプライについては、決してその足りてはいないんですけど、<laughs> あのでも、まあ、ルネサス、いろいろ,いろいろよくやってくれてるっていうようなお褒めの言葉をたくさん頂戴してまして、うん、あのちょっとあの30インフラ IoT から話がそれちゃいますけど、2日前にもあの GM の,あのミアリー・バーラさんからわざわざあのお礼のためだけにミーティングをしたいと言って、 あのお礼をしていただくような状況ですので、まあ、そういったことが全部こう評価を受けてあの、ようやくルネサスのマイコンって使いやすくなってきたから、いいもの出てきたから使おうっていうふうに思ってくださっているお客さんが増えているようにあの感じてます。で、当然あの、大きな流れはね、この AI の流れって多分あるはずで、あとそのローパワーの流れってあるはずで、ここに向けてはやっぱりもともと持っていたルネサスの力っていうものがあの非常にフィットして、 いる、えー、時代の流れとフィットしてるんじゃないかなというふうにも、あの考えているということは申し添えておきます。以上です。あ,ありがとうございます。二点目なんですけど、株主還元について、あの踏み込んでコメントいただき、非常に参考になりました。ちょっと補足でお伺いしたいと思いますけれども、まあ大きく。こう配当なり、自社株買いなりっていう二つの方法があると思います。でまあ自社株買いっていうと、御社にとってフレキシビリティのある、こう株主還元の方法ですし。配当っていうのは、こう逆に株主サイドで、あの。 安定性っていうのをもたらす方針であると思うんですけれどもこう、コメントできる範囲内で結構ですので、現時点でこの2つの方法についてどういったお考えをお持ちなのかっていうのをお聞かせいただけますでしょうか、以上です。はい、もうまさにご指摘のとおりでして、まあまあ、まずはやっぱりあのバイバックなのかなというふうに考えています。で、配当はやっぱりあの予見可能性のご提供が非常に大事だと思ってますので、えーまあ、開始にあたってもあのしっかりと、 自負を固めながら進めたいという思いと、それからあの開始するにあたっても、ね、多分そのスモールスタートで、あのえ、これだけっていうような規模から始めて、徐々に積み上げるようなアプローチを取っていきたいと思いますので、まあ、例えば EPS の向上という観点から申し上げると、えー、シェアバイバックでそれなりの貢献ができるだろうと、それからあのリベントを通じた安定的なリターンという点について、まあ、本当にこう意味があるような。 あもの,のご提供までは、あのちょっとあの慎重にというんですかね、自負を固めながらやっていこうというふうに考えています。以上です。あ以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます続きまして、B of A 証券の平川様。ミュート解除の上、ご質問をどうぞ。 平川様あ、少し音声が聞こえないようですので、次の方に、えー、行かせてもらいます。すいません、平川さん。えー、続きまして、えーと、ゴールドマン・サックス証券のお高山様、ミュート解除の上、ご質問をどうぞ、はい。ありがとうございます。えー、と2つ、よろしくお願いします。 えとまずあの一つあの、マージンのマネジメントというか、マージンをこうどう安定してさらに上げるかという点なんですが、その中で一つ、の価格の転嫁、まあ、いわゆる上半の,のところですが、これは結構、どうこれからちゃんとこうやれるのかどうか、まあ、第1回目というか、ね、年前半良かったと思うんですけど、今後っていうところを非常に聞かれます。でえー、逆にまあそれが難ししいとしたらじゃあミックスで いけるのか、まあ、もしくは稼働は高いままだと思うんですけど、このマ,ネマージンをこの高いまま維持してまた上げていくというところで。ちょっとその価格転換のところの戦略も含めて、あの全体像をもう少し伺えればと思います。はい、一つ目です。はい、まあ、あのー、後ほど深海から、あの。グラフィカルに、あの、お話を補足しようと思いますけど。あの、一番大きな、あの、王道のドライバーはやっぱりミックスだと思うんですよね。で。 まあ、価格のところはですね、いろいろあの表現の仕方が難しいのですが、あのー、なんていうんでしょうね、あのーまあ、以前とはやっぱりだいぶあのパラダイムそのものが変わったかなというふうには考えていまして、はいえー、顧客においてもその価格はあの下にしか動かないとかですね、 あるいはそもそも話に応じないとか、そういうようなことは今はもう全然なくなってますので、えー、来年以降に向けても、あの最終的にどういう落ち着きになるのかはまだ時期が来ないと分かりませんけれども、あのー、合理的な、合理性の高い、あのー、展開というものが以前よりはあのー、期待いただいていい状況になっているんじゃないかなというふうに私は考えています。なるほどあありがとととううございいますあとあの2つ目で、あのーまあ、能力というかアウト,プット とどれだけこうできる力が、まあ、来年に向けてあるのかというところの示唆なんですが短期的にはマレーシアアトコテのところの話は非常によく聞かれますでそこの状況とあとまあ来年に向けてその実際車のところで売り上げどれくらい増やせるのっていうところ、うん、物量として、まあ、ちょっとものによると思うんですけどどういう今う角度水準感っていうところを アウトプットの力としてどういうこのかというところ、何かご視察するところがあればお願いします。はい、えっと、まあ、ビッグピクチャーは、あの、後ほど、新海から補足をして、かつ、もうちょっと私たちの戦略製品についての姿は、野崎から、あの、後ほど、これもグラフィカルに少しお話をさせていただきます。で、全体像としては、あの、お まあそんなに楽観はできないと思うんですよね。ただ、えっと、私たち自身の自家ファブでも、えー、キャパシティの増強はあの取り組んでいまして、えーまあ、それなりに一定の成果は出せるかなという見通しが今、立っています。えー、ですので、あのー、まあまあ来年、あの私たちの供給能力が上がることは上がると。ただ その何十パーセントも上がるかっていうと、それはやっぱり、そもそも、の道理として無理、1年間では無理なので、なんとかかんとか頑張ってやっていくしかないなという、すみません、なんかあの答えになってるような、なってないような話で恐縮なんですけど、ありますと。で、従来から私たちが思い描いていたような、売上の成長率くらいのお供給はあ、のー なんとかできるんじゃないかなと思ってますが、それを超えて、あの激しくダブルディジットに、えー、食い込んでいくような供給のところは、まだあの無理ということはないんですけど、まだ不透明感が漂っているという感じですね。すみません。あ,あ,ありがとうございます。あの短期的なそのマレーシアとか、あと皇帝の動きとかはどう、どうでしょうか。それはあの例えば COVID による制約みたいなものですか はい、特にあの今、ASEAN のところでそこがあって話はずっと8月からぐらいから言われていて、またその御社の出荷量、まあ、御社じゃない要因も非常に多いと思うんですけど、御社においては予定通りの出荷量を上げられているのかどうか、上げられていけるのかどうかというところなんですが。あこれは、まああのー、多少、あのー、多少のヒーカップはあるんでしょうね。でまあ、ご案内と思いますけど。 ちょっと前まで ASEAN の,アアのコロナでしたけど、今、多分関心事は中国の電力に移っていると思いますんであの、どんどん状況変わっていくのであの、決して予断は許さないと思ってます。ただ、まああのー、こういったことに対する、あのー、取り組み、なんていうんでしょうね、あのー、カウンターアクションは、あのだいぶこう俊敏に取れるようになってきてますし、 えー、各国各地域のオーソリティとの会話もかなり、あのー、業界横断的にあるいは業界を超えて話ができるようになってるなというふうに私は感じてますのでど,まあどうしてもいろんなサプライズあると思いますけどなんかものすごいこう なんて言うんでしょう、こうバスタブのように何かが落ち込んでしまうというようなことは多分なくて、多少こうデコボコしながら何とかかんとかやっていくっていう姿じゃないかなというふうに私自身は今考えています。なるほど、わかりました。どうもありがとうございます。はい。ありがとうございます。続きまして東洋経済、えー、佐々木様、マイクミュートの上、えー、ご質問どうぞ。 東洋経営者の佐々木でですすすすす聞聞ここええてまままましょうううかははいいいあありりががととごござざ本日ダイアログの買収でまた結構あの,のれんと無決算が大きくなると思いますけれどもあのご説明聞いてると財務の健全化っていうのは主に、えっと、業績というかキャッシュフローでやっていかれる予定ということでよろしくてあの自社株買いも今後見据えていくということですけれどもそうすると健全化よりも r o e とかレバレッジの方を今は優先されていくというのはお二なんでしょうか まあ財務の健全化とは一体何ぞやというのがご質問の核だと思うんですよね。あの会計上のバランスシートは一体財務の健全化にどの程度関係があるのかということかなということだと思います。まあ、海の向こうにはご承知のりあり、あのネットアセットマイナスにしてあの配当を行っているような会社、あの立派な会社もたくさんある状況で、えー、なぜ日本はそのスタティックなバランスシート、 でのエクイティと無経営者さんにそんなに、えー、注意をし続けるのかなという思いがないことはないということですねまあただあのむしろ私たちがそれより気になっているのは、えー、こののれんが大きく既存するということになりはしないかと、えー、そのための事業がしっかりしたキャッシュを埋めるのかというところにより多くのアテンションを抑えているつもりでありまして えもしね、そこの見通しが、今のところあまり想定できないんですけど、正直なところ、もし変わるようなことがあれば、えー、何がしかそのバランスシート上の手当というものもあの行う必要が出てくるのかもしれませんね。ただ、あの今のところ繰り返しになりますけれども、えー、比較的見通しはあのソリッドですし、以前にもお話をしたように、何かこう右から左に変わることによって、マーケットがなくなっちゃうような、あのそういう製品。 そういう事業を買収しているつもりはないので、えー、まあまあ,あの当面これであのやっていけるんじゃないかなというふうに考えています。以上です。どうもありがとうございます。ありがとうございます。まだ質問はいただいておりますが、時間の関係から次に進めさせていただきます。続きまして。